が食べるとこ見てていただきます。おはようございます。おはようございます。はい、皆さん今日はどこにいるでしょうか。せーの、東京東京。行っちゃいましたね、東京。来ちゃいました。はい、来ちゃいました。大阪名古屋と来て東京ですよ、いよいよめっちゃテンション高いですね。やば、負けてられへん、負けてられへん。やばい、大阪名古屋と来て今回は東京ですよ。東京ですよ、本当にノリノリですよ。いや、もう楽しみでしかない。ノリノリですよ。客観シーズン出ましたね。マジかよ。ということで、はい、早速着替えて準備していきましょうか。着替えるか。じゃあ早速これを読んでください。お願いします。呼んでもらおう。任せてください。はい、指令書、はい、日々の任務、ご苦労様です。ご苦労様です。なんとなんと、普段君たちが世を忍ぶ仮の姿で働かせてもらっている、うん、押し寄せがこの度東京店オープンしました。イエーイ、めでてめでて。おめでたい。キャストやスタッフの皆さんの努力で大都会東京にて新店舗を構えることができて、うん、すごい。私も涙がちょちょ切れています。あ、泣かないで。ねえねえ、今日からじゃない、からじゃない、からじゃない。泣かんといて。今日カラーじゃないんだけど。そのひとすけ、ひとだすけ、ひとだすけではない、ひとだすけは、いっすけ。お、なにこのいっすけ、なんて思うんですか。その、これ何、助かる、助かるって書いて。一条じゃない、一条、こんなん誰も読まれ、一条は無理やって。その一条、お、アクションが担っているのも間違いないでしょう。本当に誇らしく思っています。しかし、しかし足りない。お、まだ足りない。何が、何が、まだまだ知名度が足りません。お、そこで、ここで今回の任務は大都会東京を駆け回れ、駆け回れ。ショートムービーを撮りまくって知名度を上げよう。イエーイ。ショートムービー撮りまくり、撮りまくりやつ、全国へアピールしていきましょう。はい、しましょう。関東でもアクションですかと聞かれるくらい知名度を上げてください。確かにな。前回よりアクション見習いの雪乃が加わり、新展開が期待されるアクションですが、今回はなんと可愛いスケートたちにも来てもらっています。初、初、仲良く一緒に楽しく動画を撮りまくってください。ちょっと仲良くしよう。 BS 前回のドッキリ楽しかったね。楽しかったね。いやいやいや、怖かったってドキドキしたね。楽しかったね。全然全然全然。はい、ということで可愛いスケートにも来てもらってます。はい、はいはい、呼びます、呼びます、呼びましょう。じゃあ早速呼びたいと思います。はい、お小説東京店のキャストたちです。一人ずつちょっと自己紹介していただこうかなと思います。思います。お願いします。はい、押し寄せ東京店のすずです。お願いします。すずちゃん。かわいい。髪色めっちゃかわいい。嬉しい。リボンもつけて。おっぱいも大きくて。これ試したの？しました。私おそろいやん。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。なんかキキララみたい。ありがとうございます。違う。はい、次真ん中の、はい、押し寄せ東京店のルンです。ルンちゃん、かわいい。清楚系女子ですね。清楚です。でもピアス開いてる。清楚じゃないです。ピアスない。清楚どんな、はい、次の子。はじめまして、のんです。のんちゃん、のんちゃんはですね、大阪店でちょっと一緒に研修の時にね、働かせてもらったんで喋ったことあるんですけど、二人は知ってね、初めまして、初めましてなんで、今日でね、仲良くなったらいいね。マブになっちゃおーっと、マブになっちゃおーっと。え、皆さんお気づきのことはありますか。制服を見てください。おっぱい、なんと、なんと、でん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 でーん。
まあ別におっぱいが全てじゃないし。はい。目だて。ということで2、4、6、今日は6人でショートムービーいっぱい撮っていこうっていう。いろんなところでですよね。はい、そうです。いろんなとこ行けんの楽しみ。ディズニーとか行けんじゃん。え？行ってもめっちゃ落ちちゃうんで。それで東京観光もできてみたいな。ディズニーとか行けんじゃん。行けんじゃんディズニー。もう早速撮る？撮りましょう。撮りましょう。はい。で今日はですね、あの今流行ってるチャイニーズダンスの方をちょっとやってもらおうと思います。まあ、東京での皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速撮りましょうか。はい、We are アクション。聖地秋葉原に到着しました。なんで今終わりましたよ。秋葉原言えなかった。じゃあここで撮っていきましょうか。はい。どういう伝え方だった。キモだいぶキモ一応覚えへん。振りを一生覚えない子がいるんですよ。覚えが本当に悪い。マジで覚えるの苦手すぎる。
る。ダンス経験者としてはちょっと許せない。ダンス部部長の岩さん。部長、いや部長、はい、ごめんなさい。押し寄せダンス部ね。部長すいません。次は靴舐めろ。次は絶対に成功させるんで。おい、靴を舐めろ。靴舐めさせていただきません。いただきます。1000円ちょうだい。できれば2000円ちょうだい。できたんじゃないとか言ってるけど全然違うふりしてましたからね。やばい。てか最後勢いだけで乗り込んだ。みんなと一緒じゃない。でもなんか違う。まだやってません。どこが一緒やん。もう一回やろうか。もう一回やろうか。せーの。左右左右左から。頑張れ。スペガさんとかい。自信持って。できてた。やばい。なんかアイドルスカウトされちゃうかも。すずちゃんやったっけ。はい、すずちゃんは一生ボックスができない。でもさ、最後ボックスだけできてできてなかった。あ、できてなかった。え、そう、もちゃもちゃってなってた。もちゃもちゃってたよ。足もちゃもちゃってなってた。できてた、できてましたよ。全然できてない、ね、てこのダンス経験者からするとね、顔ボックスはね、基礎中の基礎ですから。右足から出るやつと左足から出るやつめっちゃやらされてましたよ、やっぱり。ヒップホップって。それで上手になったんですね。うわー、上手。サメちゃん。動画撮るのやめようとしたのに面白そうやったから撮ってるやん。面白すぎて休憩もおもろい。休憩までもおもろい。なんでもおもろい。後列疲れてきてるから。頑張ってる、頑張ってる。はい、じゃあ次の目的地行きますか。行きましょう。え、メロン玉見て。メロン玉めっちゃ美味しそう。浅草にやってまいりました。マジ来た。マジ浅草。マジ浅草。マジ浅草。はい、ということで皆さん、はい、雷門に到着です。これ初めて見てるけど。大きいっすね。すごい、でかい。すごい。ゆくろちゃんも初めてですか。いや、私は2回目。2回目か。2回目かーい。人多いな。人多いっすね。さすが観光名所。スタート位置。めっちゃいいやん。逃亡。かわいい。ワン、ツー、スリー。ママは。ワン、ツー、スリー。Thank you! Have a nice day! じゃあ食べ歩き行きますか、皆さん。行きましょう。押し寄せ東京です。頼むよ、押し寄せ東京です。確かに目立ちますからね、この服装。すげえ。歌舞伎町です。歌舞伎町ですはなんか違います。皆さんは浅草には来たりとかするんですか。割と割とかも。なんかこう、これが美味しいとか。メンチカツ。メンチカツ。
なるほど。メンチカツはどの辺にあるんですか？あっちの方。あっちの方。長い。見つけました何か。いちご飴。いちご飴来ました。わかりました。いちご飴。買ってくれる？いちご飴食べたい。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 食べますか？食べましょう。あれなんかいちご飴に不満そうな。ラーメン食べたいから。いいえのおかしいだろ。ご飯系食べたい。だメンチカツとか。はいはいはい。へいへいへい。へいへいへい。翔平。これも迷った。次どうしようこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。イエーイゲット。あったかい、めっちゃあったかいよ、すごい、初めて。やったー、やばい、なんかゲットしてるよ、なんかゲットしてる、なんかゲットしちゃってんだけど、めっちゃあったかいですよ。ここで食べてってことやんな。食べよう、食べよう。私はいちご飴じゃなくていちご串、ただのいちごです。うまっ。でかくない？確かに大きいです粒が、うん、きびだんご、あずまさんのです。きびだんごね、イエーイ。ケビーやばい、こぼれる。赤木ゲッチュおせんべいにした。いただきます。あったかいね。あったかい、出来たてだ。うん、おいしい。辛いの好きなんですよね、私とても。そう、だから一緒に詰めて。え、すごい、レインボー。黄色がいい、黄色。私白。幸せのキャストが食べるとこ見てて。いただきます。いただきます。乾杯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 乾でも見たいと思う、みんな見たいですよね。ね、いただきます。すごっ、すごい。出てるやん、出てるやん。乾杯は一気。これでは無理だろう。乾杯は一気。乾杯は。うん。絶対に。皆さん食べ歩きは満足しましたか？はい。じゃあ次なる目的地行きますか？はい、大満足ですわ。はい、ということで、スカイツリーに到着しました。イエーイ。はい、スカイツリー。これ？そうなんですよ。これか、分からんかった。真下すぎるんです。真下すぎて東大元暮らしってことですか？はい、そういうことです。ということで遠ざかります。行きましょう。東京タワーです。東京タワー、すげえ、めっちゃ見える。でもなんかこの人さっき
鉄塔言ってないです言ってないですよ鉄塔なんで鉄塔なんかにチケットやらないだろ違う そこまではほんまに言ってない鉄塔は言った確かにすいません移動中アクションのみんながめっちゃ喋ってましたけどどうでした東京の方たちすごかったなんかもうおこれが大阪かみたいな東京ねどうしていいか分からんのちょっと開いてもらわないとこちら、まあ、今日はちょっと不思議な生き物に初めて触れ合ったんでちょっとビビってるかもしれないですけどこれがお幸せなんで、はい、ついてきてくださいお願いします、はい、でもちょっと染まってる人おると思うんですよでもなんかのんちゃんはのんちゃんなんか聞いてください私あの研修来てたじゃないですか2日間ぐらい大阪店にねそう1日目も2日目も私に長文の DM を送ってきてくれてすごい来た私にもありがとうございましたっていう来ました DM めっちゃだからもうすごい向上心持ってる子マジで思 う, それはほんまにちなみに僕にも来ましたます後ろもなんかいろいろやっといてな目立とうと Thank you. かわいいね。すごい。たくまでーす。イエーイ。なかなか海外の方が多いんで、ここの角度から撮ってみますか。はい。2、1、はい。どうですか人が多いですはい人が多い人が多い人混みはダメ人混みは苦手ですはいイエーイ来ましたいよいよ初めて来たいよいよ歌舞伎町に到着しましたよイエーイどこだあと30分しか時間がないんだ30分も時間がない急げ急げ押せどこ押せどこあ、ここじゃないもっと奥もっと奥もっと奥なのもっと奥来ました、アイラブ歌舞伎これがあれか、よく見るアイラブ歌舞伎じゃあ次で最後のポイントになります次はラストはなんとお仕様せの東京店舗前でイエーイもう少しで終わりですよもう少しで終わりだもう少しでじゃあ最後はお客さんも巻き込んで撮らせてもらいましょうか撮らせてもらいましょうか
い、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。東京回ってみてどうでしたか今日は。なんか初めて行ったとこ多くて楽しかった。観光だしね。美味しかった。美味しかった。東京の方たちはね、今日初めて YouTube 出てもらったと思うんですけど、どうでした撮影。緊張した。大阪めすごいなってみんな。ずっとそれ言ってる。それ言ったらいいと思うけど。バカにされてるんですかこれ。まあでも雪乃もそんな YouTube 出たことないからどうでした、まあ、経験になりましたよね。勉強になりました。前回ドッキリでした。確かに。やばっ。そんな感じ。楽しい感じやから、はい、これからもいろんなね東京キャストとかも撮っていきたいですね。撮りたい。いろんな企画やっていきたいなと思いますね。はい、はい、これからね東京にちょっと撮影も増えていくと思いますんで、はい、また皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で今日はちょっとあのオープン前に皆さんも並んでくださってるんで、はい、ほんまにありがとう。ほんまにありがとう。みんなほんまにありがとうな。じゃあちょっと一緒にチャンネル登録やってもらいましょうか。やろうもう見てるからできるんだ。それな見てたらな教えてもいける。いや絶対いける。はい、ということで、今日のキャストはゆあとゆきなとひかりとせつとめっとなんでした。We are action! はい、せーの、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。イエーイ。みんなありがとうな、待っててくれてて。ありがとう。ありがとうやで。それガーちゃん、ほんまありがとうやで。